頭部に比べ体が小さい。鬼金目は上吉な金目大目に属する深海魚。分布域はほぼ全世界の海洋。幼魚は表層でプランクトンとして生活するが、生魚は水深500の3000メートルの深海に生息している。背びれは16から20何畳。尻びれは7から9何畳。胸びれは13から16何畳。 腹気は7何情。脊椎骨数は25から28。幼魚は、ひや、長いエラ歯を備えているが、これらは、生魚では縮小する。形態の差異が大きいため、幼魚と判明する前は、コールレピス属に分類されていた。現在ではこれは、シノにムとされている。本種は、金目鯛のグループに属し、深海に生息している共通点があるものの、 多くの金メダイカの魚とは、かけ離れたイメージを持っている。和名の由来は幼魚にある角状の突起で、これは成長するとなくなってしまう。また、幼魚のうちは、色が薄桃色で、目が大きいなど、金メダイカの特徴の多くを残しているが、制魚になると、漆黒の異様な風貌になってしまう。制魚になると、目は、幼体の頃と大きさが変わらず、 深海魚の特色の一つである目が大きくて、目立つという方向にはならず、体の脇の側線が切り裂かれた溝のように他の魚に比べて目立っている。しかし、生魚の異様さは、何と言っても上大な牙であり、長く鋭利な歯を上下に、片側3から4個持ち、これによって深海で捕らえた獲物に牙を突き立て、相手を逃がさないようになっていると言われているが、 あまりにも長く伸びすぎた牙のために、その構造のぼり口を閉じることができない。本種以外にもそういった牙が大きく、口を閉じることができない構造の深海魚はいるものの、本種はその中でも飛び抜けた印象がある。頭部は体の1、3にも及び、硬い骨盤状となって、いかつくような容姿だが、恐ろしげな外観に似合わず、体長は普通10センチメートル台で、 最大でも16センチメートルほどにしかならない。幼魚は、甲殻類、生魚は魚類を捕食する。マグロカジキなどに捕食される。オニキンメ族には、本州の他にアナプロガスターブラカセラコトリハー、1986、英名ショートホーンドファントゥースが所属する。この種は幼体しか発見されておらず、詳しい形態、生態は不明である。ありがとうございます。